そこそこ面白かったんだけども、何がそんなに感動したのかよくわからない「アナと雪の女王」ですね。まずわかんないのが、ミュージカル映画を日本語吹き替えで見に行くという人の気持ちがよくわかんない。だから「アナと雪の女王」といえば松たか子でしょうって言われるんだけども、いや吹き替えがいいとかさ、なんだろう、吹き替えの方が画面に集中できるって気持ちもよくわかるんですよ。僕も SF 映画とかで、例えば「アバター」とか、あと「インターステラー」とか、ああいう映像メインの作品っていうのは絶対吹き替えで見たいんだけども、アナと雪の女王に関してはミュージカルで歌のやり取りとかを見るもんだから、それはもう言語しか選択肢しかないでしょ。だって日本語吹き替えの歌って替え歌にしかならないわけでしょ。だってレディーゴーですよ。レッドイットゴーだから、本来そのままでっていうのがありのままのって、ありのままとそのままは違うじゃん。なんか意味が違う歌で感動すんなよてめえらとかって思うんだけども、これで吹き替え見て感動してるやつの気持ちが全く分かんないのでですね、アナ雪をですね、まあ子供と一緒に見に行くから、これはもう吹き替えで見るしかない。こういう親御さんの気持ちはよく分かります。あとは吹き替えで見る主義だというですね、なんかこの吹き替え主義者みたいな鳥美樹さんみたいな人がいらっしゃいますので、そういう人たちは許すんですけど、そうじゃなくてですね、なんとなくですね松たか子の歌が聴けるからという気持ちでアナ雪を見に行った人たち、もう反省してください。ミュージカルは言語で見るものです。それに比べて